こんにちは、衆議院議員の小池百合子でございます。本日は日米友好促進感謝フェスティバルのご開催、誠におめでとうございます。そして今年5月15日は沖縄の日本復帰40周年でございます。重ねてお祝いを申し上げます。さて本日は直接沖縄の皆様にメッセージをお届けをしようと考えておりましたが、どうしても伺うことができません。ビデオにて皆様方にご挨拶をさせていただきます。さて今年は4月28日で、サンフランシスコ講和条約の発効からちょうど60周年ということでございました。しかしそれはすなわち沖縄の切り離しを意味をするわけでございまして、アメリカの施政下にあった沖縄、私たち意外と知らないことが多い。そういう中で今回めぐみさんが出版されましたその間の、写真集、これで私は、ああこんなこともあったんだと多くを知ることができたわけであります。例えば医師不足であったり看護婦の育成、そして公衆衛生の教育等々、アメリカが果たしてくれた大きな役割には感謝をせざるを得ない、そのことをつくづくと感じました。考えてみれば昨年の 3.11 東日本大震災における米軍が展開してくれたあの友達作戦、日本人の一人として本当に心から感謝をしたい。文字通りの Friends in need is friend indeed であると感じたところでございます。しかし残念なことにこのことはあまり沖縄の地においては地元紙は報道しなかったというようなことも聞きました。私はもともとメディアの人間であります。だからこそ、もっと伝えること、そして何が本当で何がオピニオンなのか、こういったことをもっと区別もし、そしてそのメディアの責任ということもよくよく考えて行わなければいけないのではないだろうか。沖縄担当大臣の頃からそんな思いもずっと抱いてきたわけであります。改めてこれまでの長い長い沖縄とのお付き合いであるをしてきた、またせざるを得なかった沖縄の皆様方にもう一度めぐみさんのこの写真集を通じて何があったのかを知っていく、このことは極めて重要だと思います。そしてこれからますます混迷が続くことが残念ながら予想される東アジア情勢でありますが、日米の絆がこの地域の安定にも資する、また不可欠であるということを私たちは学び、そしてまた沖縄の皆様方にもその理解を進めていただくように私たちは努力しなければいけないと思っております。その意味で、まあ文字通り孤軍奮闘という状況だと思いますけれども、めぐみさんのイニシアティブで行われました本日のフェスティバルが、有効を促進をする、そしてまた意味のあるものとなりますことを心から記念を申し上げまして、一言のお祝いの言葉とさせていただきます。ありがとうございました。